こんにちは、チャーです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。ロングスピードランからいきます。エンジョイがコメントくれました。ありがとうございます。夏を楽しもうロングスピードラン。なんか来週かな？台風3つくらい来るらしいよ。気をつけてみんな。とんでもねえからな。3つ来るってやばいよな。今ニュース見て、ニュースじゃねえや。ニュースか。ニュース見てびっくりしちゃった。いや、本当に、何号何号何号みたいなやつがさ、しかも横断するっぽいのよな、普通に。おっと、危ない。詰まってしまった。大雨注意。はいはいはい。はいはいはい。オッケー。オフを捨て左に切り替えてジャンプ。タン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 。タン！危ない！ふっ！オッケー。今死にかけたと。うっ！違う。こう。ヒップドロップぶちかまして、オフ切り替えて、バイーン。他のしゃがみからの、かぶるんだね。オッケー。かぶれてなくてオッケー。時間どうなん？70秒。うわぁ、どうなんだろうな。結構もうロスっちゃったんだよな。3秒くらい。多分2、3秒くらいロスってしまった。大丈夫でしょうか。さあ、ここはもう気合だね。ここはもう精神論で行くしかない。一番精神論に似つかわしくないキャラクターだけど、キノピコ。一番なんか精神論では動かせたくないキャラクターだよな。おっと、なんか見えづらいぞ、見えづらいぞ。なんか持ってた、いつの間にか。全然わかんなかった。俺、中間取ってたの？それも気づかなかったぞ。すごいな、この。いや、てか、そっか、中間置いてくれんのマジで優しいな。ありがとう。中間大好きっ子だからな。マジでいい中間ダーだよな。よいしょ。はい。さあ、ファイヤー取って、ファイヤー取って、ファイヤー打ち込んで、ヒップドロップぶちかましいのドア入ります。これじゃあ、時間は余裕あるってことでよろしいか。もう聞くまでもなくよろしいんだよね、これはね。さあ、P スイッチを済ませて、オンフを切り替えていきます。さあ、投げていく、投げていく、投げていく、持って投げていく。ん？おお、危ねえ。おお、飛んだ。でもさ、いいのこれ。違うんじゃない？こっちなんじゃない？ちょっと、早くどっか行ってくんね。オッケーオッケー、やばい。そこにあったのか、なるほどね。で、ズドンして、いや、そこ食らっちゃうのか。モモンガで行きたかったけどな。ささに食らっていく、上、下、上。一方通行でね、いけないようになってましたね。さあ、ランブするコイン。サンダージャンプ、オッケー。いい調整が入りましたね。さあ、一応スタート取っていきましょう。さあ、背景がすごい。急に明るくなったけど。来ました！スピードランの確定演出。やったぜー！お疲れ様でした。いいスピランでした。いや、いい中間でした。やっぱ中間神。まだクリア者が出てないんだよね。200分の0。ダイナミックスピードランやっていきたいと思います。少し難しいかもしれません。ブンブンを10体倒すんだ。じゃあ表面に5体、裏面に5体、両方倒しに行くっぽい。どうやって倒すかだよな。うわ、むずそう。こんな？いた！うおー、ナイス！からの？こうか。ちょっと待って！いや、死ぬねえ。こう、オッケー。ここでパウ投げなきゃいけなかったんだな。ここかな、ここかな。なんかわかんないけど、いけてる。わかんねえ。ここ、オッケー。オッケー、進めてるけど余裕がない。まさかの爽快コースですか。スピランと爽快コース合わせちゃった。珍しい。めっちゃアイテム取って、めっちゃ切り替わって、多分こっからまた難しいの来んじゃねえかな。あ、でも左にサンクスって書いてあるから終わり。でもまだ6体倒してないんだよな。あ、ここに帰ってくんだ。もう確定してきた、これ多分。いつの間にかブンブン倒してんだけど。いつ倒してた。爽快中に倒してたんだと思うんだけど。これ確定エースだよね、どう見てもね。もう勝ちでしょ。違うの。ちょっと待って、やっぱブンブン倒してないじゃん。ワッツワッツ。どこで倒してないんだろうね。表面で多分倒してないと思う。4だったから。ちょっと落ち着いて。このブンブン踏んで、落として倒してるから多分 OK でしょ？ 1 でしょ？
で、ここで2、3、4でしょ真ん中で。あれあと1匹のブンブンどこ行った？この辺にいんのかな？この敵ラッシュのところにいるんじゃね？じゃあまずこいつがちゃんと倒した判定になってるかしっかり確認しましょうね。ブンブンいます？いた！あ、オッケー、ブンブン倒してゴリになったぞ。さっきなってなかったもんね、確か。オッケー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 。よーし、これであとは確定演出なのかな？どうでしょうか？うおー、つっこいねー。いけー。さあ確定演出いきます。気持ちいい。条件達成してます。さっき条件達成できなかった理由なんだろうな。気になる。どっかでブンブン倒せてなかったんだよね。どこだったんだろうな。 OK ナイス、お疲れ様でした。この前霹靂一閃を紹介させてもらった方のコースなんだけど、ちょっと一回クリアしちゃったんだけどね、ものすごいの見っけちゃってね、ちょっとこれ紹介したいからやるわ。普通に考えて、空中でジャンプすることってできないですよね。自分の体で考えてみて。ジャンプした後、もう一回ジャンプできないですよね、空中でね。マリオのキャラクターたちも一緒で、ジャンプした後もう一回ジャンプするのできないですよね。ジャンプ、空中でジャンプみたいなね。空中でクルーはできるけど、もう一回ジャンプすることはできないんですよ。さあ、困りましたね。あそこにコインがあって、コマードと落下しながらコイン取って、その後ジャンプしないとクリアできない。けど、空中でジャンプできる方法があるらしいっていうことでこのコースになります。その方法がこちら。普通に失敗した。ほら、ほら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 空中でジャンプできちゃうのよ。これすごいっしょ。これよく見っけたよな。これどういうことなんだろうな。ヒップドロップをする、まだ滑ってる判定が残ってる、つまり地面にいる判定になってるから空中でもジャンプできてんじゃねって予想。ホーミー、ヨッシュ、イン、アンタル、ん？アンタルなんだって？ヨッシーコース来たね。こうか。で、ここ乗ってしゃがんで、こうなって、こうでしょ？で、こう。で、こう。あー違う、食べなきゃダメだ。すげえすげえ。こう。こう。こう。早かった。しゃがんで、こう。これ乗って、こうなって、こうなって、こう。で、こう、オッケー、ドカン入ってくる。結構難しいな、タイミングが。ここで、なんか来るから、これを踏んで、これも踏んで、違う！パック踏んで、パック踏んで、あぶね、ガリ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 、こうなってんの、ここで乗り捨て、オッケー。よし、乗り捨て委員会のものです。さあ、ここでヨッシーをまたゲットして、音符があるから、ここにちょうど来る。で、食べて、うわ、むず。全体的に忙しいね、これね。このコースは。こうなって、こうなって、こうなって、こう。で、バイバーイ。忙しいけどいいな、このコースな。楽しいな。ほう。こうなって、こうでしょ？で、持って、こうなって、こう。こう！ナイス！よし、乗り捨て委員会のものです。からの？死んでいきます。ありがとうございます。左に降りて、ここ。オッケー！ドア入っていく。ふっ、中間ありがとう。10コイン取って、口に含んで、これ、あ、違ったわ。ここにバネを放つんだ。ご両親でなんとかなんねえかな。無理か。さすがに無理か。多分自分で言ってもしょうがないよな。そうよな。しかし、中間は取っていた。こうなって、こう。目持って、こうだね。よし、からのプラットフォーム乗りの、パックンフミーの食べーの、よいしょー。このパウがここで必要だったかな。オッケー、わかんないけど、オッケー。10コインガリガリを踏んでいく。しゃがんでいく、しゃがんでいく、いいのか。オッケー、ナイスファイト。セキュー、いいコースでした。ありがとうございました。